アリス川の宮武人親王、アリス川の宮武人親王、アリス川の宮武人新郎。1862年2月11日。文久2年1月13日から1913年7月5日。大正2年は、日本の皇族、軍人。官職は、軍事参議官。称号、階級は、元帥海軍大将。軍党は大空に。高級は、高三級。 有リス川の宮高人親王の第四王子、男女合わせた王子女の中では八人目。ただし成人した男子はタルヒトと竹ヒト新だけで、聖母は家女房の森の子。タルヒトはイボニー。幼少は中宮、沢の宮。日は加賀金沢藩主、前田義康の娘、康子。1862年2月11日。 文久2年1月13日、京都において誕生、中宮と命名された。父、高人新郎にはすでに、樽人新郎という着手がいたため、中宮は然るべき年齢に達した後に、病法院門主を相続する子が内定した。しかし、明治維新による諸制度の変革で旧門後の制度が廃されたことから、1871年、 明治四年に中宮の妙法院相続の内定は取り消され、明治天皇によって高人新郎が東京への転居を命じられたのに従い、中宮も上京した。1874年、明治7年7月8日、参大した中宮は、明治天皇から海軍軍人を志すよう命じられ、同月13日、海軍兵学寮予科に入学した。1876年、 明治9年前田1877年、明治10年、鹿児島県逆渡政党総督として、九州赴任中の樽人新郎からの呼び出しにより、中軍は船で鹿児島におもむき、樽人新郎とともに、西南戦争の戦地跡を視察した。1878年、明治11年4月、40歳を過ぎて、人の間に、 啓主のできない、たるひと新能は、中宮を事実上の養子として、有栖川の宮の後継者にしたい旨を、明治天皇に願い出る。当時はまだ休校室天範制定前で、皇族の継承権問題が、天皇の裁量で決められたため、5月18日に、直挙が出された。これにより、同年8月26日、中宮は明治天皇の勇士となり、新王宣言を受けて、 武人の名を賜った。1879年、明治12年、武人新郎は、大上官より、イギリス海軍シナ海艦隊機関、アイアンデュークへの乗り組みを命ぜられ、約1年間にわたり艦上作業に従事した。帰国後の1880年、明治13年、少尉に任ぜられたのを皮切りに12月1日に、英国留学を命じられ、 日本海軍主管としての歩みを始める。10日後の12月11日、前田一子と結婚。新婚館もない1881年、明治14年1月、竹人新郎は一降を残して、イギリスのグリニッチ海軍大学校に留学、3年半後の1883年、明治16年6月に、ようやく帰国した。 と航時、外国講師として訪欧する旧広島藩主の朝野、長君夫妻も同行している。海軍大佐として、巡洋艦、高尾艦長在任中の1891年、明治24年、竹人新郎は、ロシア帝国のニコライ皇大使、後のニコライ二世来日の際、外国留学の経験を買われ、明治天皇の名代として、接待役命じられた。 このニコライ皇太子訪日の日程中、滋賀県大津市において大津事件が発生。外国の王皇族に日本の関係が危害を加えるという日本外交し、始まって以来の大事件となったが、竹人親王の要請により、明治天皇自らがニコライを見舞うなど、日本側が誠実な対応をしたことにより、ロシアとの関係悪化は回避された。日清戦争中は、 海軍大佐であったが、海戦時は横須賀海兵団長、その後は大本営府と、いずれも陸上勤務の日々を過ごした。航海海戦終了後の1894年、明治27年12月8日、ようやく連合艦隊機関、松島艦長として艦隊勤務に就いたが、翌1895年、明治28年1月、 タルヒト新郎の皇居とその葬儀のために一時帰国を余儀なくされた。その直後に起きた異界への戦いは、武ケヒト新郎が館へ戻った時にはすでに終結しており、結局新郎は実戦を経験することができなかった。タルヒト新郎の皇居により、武ケヒト新郎は有リス川の宮の大十代の当主となった。タルヒト新郎同様明治天皇の信任が厚く。 1899年、明治32年から1903年、明治36年まで、皇太子、義人親王、後の大正天皇の教育係である東宮歩道に任命されている。一方で、これ以降海軍においては席こそ現役として置いているものの、実際の軍務にはほとんど従事していない。日露戦争海戦時も海軍中将であったが、一時的に、 大本営府となった他は、戦争に全く関与しておらず、日本海海戦が行われた頃には、ドイツ帝国皇太子結婚式出席のため、ヨーロッパに滞在していた。武人神皇は、生来体が弱く、軍務もたびたび休職して静養するなどしていたが、種人王の皇居後は、肺結核を患い、1909年、明治42年から皇居に至るまで、 現在の兵庫県神戸市タルミックにあった、アリス川の宮前小別邸で家族を東京に残して、西洋を行った。1913年、大正2年7月5日、竹人親王は、前小別邸において52歳で皇居した。だが、諸藩の事情によりもは、被され、7月10日に、遺体は、50体のまま汽車に乗せられ、東京の麹島地区三年町一番地、 現在の内閣府庁舎の付近にあった宮邸に搬送された。この日初めてもが発表され、皇居の日付も七月十日とされた。超えて十七日に、連想の儀が行われ、豊島岡墓地に埋葬された。これにより、団系の後継者がいないアリス川の宮は、皇室天般の定めによって断絶が確定したが、竹人新郎の教育を受け身分を超えて、新郎を慕っていた。 大正天皇は、有栖ス川の宮の維新以降の功績を、特におもんばかり、第三王子の信人親王へ、将来的に高松の宮の豪を与え、その祭祀を継承させることにした。皇居の直後の7月7日に、元帥府に列せられ、大君位喫花症継職を、受訓、公式発表では、生前に授けられたものとされた。は、人の間に、 伊佐氏女王、種人王、三重女王の三人の王子城を設けた。伊佐氏女王は、生後間もなく皇居。種人王は、海軍兵学校在学中の1908年、明治41年、中水園によって20歳で独身のまま皇居した。稔枝女城は、皇爵、徳川義久に降下し、高松宮信人新王妃となった。 キクコラを産んだが40代半ば結腸眼で他界した。竹人新能行実上官、下官、別官、高松宮家、1926年。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。